はいどうもこんにちは、ピアさんです。今回は前回引き続きね、テストサーバーに、もうゲームのシステムを変えてしまうようなね、アップデートがかなり来るということで、そちら紹介していこうかなと思いますので、前回の動画見てないよって方はそちらをね、先にご覧ください。まあ、軽く振り返っていくと、まあ、本当に、回復スピードが変わったりとか、もうキャラクター調整が来たりとかで、この後編では、もうね、後編もね、すごくてね、人格のまずその、能力の変更だったりとか、あとは新特質、ハンターの新特質、まあ、鬼没とかそんな感じで新しいのが追加されたりとか、もうなんとね、スポンジの変更などもあるので、そちら紹介していこうかなと思います。さあまず一つ目はね、ハンターの補助特質から紹介していこうかなと思います。さあこれが鬼没とかに並ぶほど使われるのかというのをまあね、見ていこうかなと思います。で、名前が管理っていう名前で、サバイバーに使ったらそのサバイバーはハンターから一定範囲内から離れることができなくなりますんで、それが持続時間が30秒間なんだよね。だから結構長い間そこの場所に拘束するような、特質になっております。でそれで、サバイバーがねその範囲内からもし離れることがあればそこから3秒間、スタンスします。でそれでその範囲っていうのがだんだんその30秒の間で、小さくなってきます。で小さくなることによって、まあ、ハンターとサバイバーの距離が小さくなっていって、ダメージにつながるっていう感じのスキルになっております。でこれがハンターが自分自身のスキルを使ったらそのだんだん小さくなっていくっていうその効果が若干止まるんで、まあ、なかなかスキルを使っていくと、まあ、その範囲が縮まらないで結構難しいところではあるんですけど、まあ、これが、新補助特質管理室ということで、まあ、これどうなんだろう。まあでもいろんな使い方ができるよね。普通のやっぱチェイスでも使えるし、その救助シーンとかでも無理やりそれをさ中距離で見つけて発動して、でそっからかなりそっからなんか肘当てとかで脱出しようものにも3秒間スタンを入れるみたいなことをやって、まあ、5割超えとか結構いろんな使い方ができるかなと思うけど、まあ鬼没ほどの、まあ、便利さはないかなっていう気はするけど、まあ、相性のいいハンター、まあ、予測をするんだったら結構一発一発のスキルが重い系のハンター、特に女王とか通常攻撃がさ鏡使わず入ったらもう速攻でダウン取れるじゃん。ああいう系のキャラクターっていうんだったら、まあ、これを使って板とかに行かせないような囲い込み方をできるんであれば、それを使ってその通常殴りからのその鏡とかでやれば結構な即死を取れたりとか、まあ、できるんじゃないかなって思ってみたりはしてますね。まあそういう予想は一応しております。さあ続きまして人格の変更について紹介していこうかなと思います。で今回はサバイバーから一つ変更されたのとハンターから二つ変更が入っておりますんで、この変更されたスキルっていうのはもうシンプルにね能力が弱いスキルだったりとか、まあ、あとはプレイヤーのレベルが上がってもう全然必要とされてないスキルが、今回丸ごと削除されて、強化としてめちゃめちゃ強くなって帰ってきてるんで、もう全部強化となっておりますので、じゃあまずはハンターから紹介していきます。さあまずハンターからなんですけど、独占欲っていうスキル、こちらが削除されて、まあ日本語訳でスキルの名前どうなるかちょっとまだわかんないんですけども、まあ基本的に忍耐力とか、まあ、耐える系のスキルですね。耐える、まあ、耐性とかそんな感じのスキルで、効果がですねこれまあ強くて 16%、24%、32% と、減退効果、さらには、12%、18%、24% と、減速効果を、減少させるというスキルになっております。これどういうことって感じなんだけど、まあ、基本的にはその減速スキルっていうのはポストマン の配達券だったりとか、あとは極限種の弾、黒玉とかの減速効果をこのようにね、振った数だけ、減少効果を抑えるっていう感じで、この撃退効果っていう書き方がちょっと日本版でされてないからちょっと正しいかは怪しいけど、多分ねこれはスタン時間とかとはまた別で、多分ハンターのノックバック距離を減少させれるのかなと、個人的に考えております。じゃないとね怒りとかと被っちゃうから、まあ普通にこの例えばバッツマンのボールのノックバック距離だったりとか、そのオフェンスによるスタンのそのノックバック距離とか、まあ、その辺のスキルの、減退効果を撃退効果を減少しているスキルだと思いますので、これかなり強いよね。もう粘着とかも最近本当にさ、サバイバー全員そういう補助系のスキル持ってるんで、それに対抗するもう本当に環境にめちゃめちゃ合ったスキルかなと思います。しかも場所もいいよね。本当に今まで傲慢振るためにはさめっちゃ弱いスキルたくさん取んなきゃいけなかったから、それがちょっとなんかそのもったいない感あったんだけど、ここでね入るんで、まあ、かなり強いかなと思います。でもう一つがフクロウっていうスキルが削除されまして、名前がまたどうなるかわかんないんですけど、風琴っていう名前のスキルに変わりますね。このスキルがね超強い、もう本当能力超強いし、まあスキルの、説明をしますと、開幕自分の一番遠くの暗号機一つは、解読できなくなります。これ本当強いで、しかも持続時間が40秒ということで、もう間違いなく一つね、サバイバーそこにぶち当たってしまったらそこは解読できないんで、まあね別の場所に移動せざるを得ないということで、かなり強い。しかもこれ場所がね本当に優秀なんですよ。まあ裏向きカードの道中だったりとか、その指名手配を取ろうとした一歩目ね、あのハンターの人格の右側の一個目にあるんで、これがね
本当に優秀な場所、さらに優秀なスキルなんで、まあ、今後、まあ、ハンターもほぼ 100% の、人口がこれをつけることになると思います。まあ、ただスポーン位置に関してはね、またちょっと変更がありますので、そちらはね、またちょっとどうなるかは、後半でね、話していこうかなと思います。さあ、続きまして、サバイバーの人格の変更ですね。もうこれはね、もう一番最後にあるスキルなんですけど、まあ、みんなね、まあ、左右だったりとか右下とか使ってるんだけど、唯一誰にもね、使われなかった上にあるやつで、もう傍観者っていうスキルなんだけど、もうこれが、削除されまして、今回チェイススキルにね、変更されて帰ってまいりました。こちら名前もね、またちょっとどうなるかわかんないんだけど、まあ、弾み車効果と言わせていただきます。こちらが、スキルを使うことによって、5メートルダッシュして、さらにはその間のね 0.5 秒間は無敵判定となって、攻撃をかわすことができる、まあ、イタグルとかそういうのを延長するような、スキルになっております。まあ、すごい、まあ、馴染み深いスキルですね。まあ、これによってクールタイムは、100秒で、開幕その試合が始まってから30秒で使えるようになって、1回使ったら、100秒間のね、スキルクールタイムがあるんで、まあ、なかなかね結構重め、まあ、結構重めな代わりにその鬼没とかも避けれちゃうし、もうその女王の鏡とかも避けれちゃうし、結構なでかい。まあ、特にこれがおすすめなのは強弱キャラかな。心眼とか、あの、機械技師とかっていうのは結構板とか窓枠を頻繁に乗り越えるっていうよりは、イタグルとかで稼いだ方が多分強いんで、そういったキャラクターに対してはもうイタグルしまくって、さらにそっからもう一回スキル使ってイタグル延長とかっていう風に使ったらもう死ぬほど強いと思います。まあ、ただちょっとスキルのクールタイムが長いから、それだけね、ちょっと注意は必要ですけど、まあ、十分にね、強いスキルだと思います。さあ、続きまして、今回のアップデートの目玉であるものを紹介していこうかなと思います。で、今回ね、もう本当、まあ、第5人格始まって4周年ね、まあ、ずっとスポーン位置というものがありまして、まあ、ここをスポーンしたら、まあ、こっち側に向かっていくっていうのがあるんですけど、それが、今回ですね、なんと、すべて削除となります。いや、これ、どうなん正直、もうわからんわ、そんなことを体験してなさすぎて。まあ、ということで、まあ、一個一個、まあ、見ていきますが、今回公式のね、その、体験映像みたいなものがあったんで、そちらをね、見ながら、喋っていこうかなと思います。いきますよ。はい。スタート。さあ、始まりました。これ、上側の画面がサバイバー視点で、下側がハンター視点の公式さんのね、映像なんですけれども、まあ、今回、普通のカスタムとかでもできるし、その、殿堂入り系のランクもすべてこの制度に変わるということで、まあ、見ていきましょう。まあ、まずここはね、普通なんですけど、まず上のサバイバーから選んでいくんですけど、これどうなるかっていうと、全部ね、スポーン位置を自分がスポーンしたい場所をね、来たこうやって選んでいくんですよ、こうやって。医師の人は今、工場というマップの右下を選びました。で、泥棒は真ん中の上を選びました。で、こうやって、サバイバー同士を選んだら、そのサバイバー同士でその場所の交換とかっていうのを、まあ一応できます。で、こうやって、サバイバー4人がこうやって好きな場所をね、選んでそこからスポーンするという、もう本当に運ゲー要素を、まあなくした、まあゲームにこれから生まれ変わります。はい、選びました。すごいね。で、ハンター視点が、こう下側できたのが、まあ、さすがにサバイバーが誰が誰かっていうのを隠した状態で始まって、まあ、自分がね、どこからスタートするのかっていうのを選ぶことができますんで、選ぶと、こうやってね、相手のハンターで、相手のサバイバーがどっからスポーンするのかっていうのを全部わかる。これで、ね、心眼とかいったらもう心眼がいる場所に速攻行ったら心眼と出会えるっていう感じになっております。まあ、ただ、ランダムスポーンでどんだけその、ブレるかっていうのはまだ出てないんで、まあ、どんだけ変わるのかっていうのはちょっと、怪しいんですけど、まあ、これどうなんだろう、正直。こんだけ変わられるとね、わからんすわ。わかんない。まあ、本当ブレ次第ですね。まあでもとにかくお散歩はなくなるか、初手王兵っていうその事故が基本的には全てなくなるかなとは思います。まあこんな感じでスポーンしていくという風になっております。どうすかこれ。まあさっきのあのフクロウから新しく、風間かな、名前が変わる風琴か、風琴変わるあのスキル、あれが強いのかどうなのかっていうのもちょっと俺濁してたと思うんですけど、それがね、こちらでございました。はい。まあこれに関して賛成か反対かで言えば、俺は正直面白いから賛成するわ。これどう考えても面白いでしょ。まあ今までのね、ものがなくなるっていうのは怖いかもしんないけど、いやでもこれ新しいやつも絶対おもろいし、そのやっぱそのもう散歩で負けるとかもうそういうのが本当に嫌だから、傭兵からのオフェンス引いて負けとか引き分けが本当にしょうもないから、俺はねこれやっていくのが本当に今正直楽しみでしょうがないとは思っております。はい、というのが今回の、更新内容のメインでございました。いやーすごいね。まあ、あと他で細かい部分で言うんだったら、ソロでランク戦潜った場合にソロボーナスみたいなのが追加されたりとか、まあ、あとね、そのスキルチェックってあるじゃん。あのスキルチェックがそのサバイバーの段位が上がるごとに、スキルチェック失敗した時のそのマイナスになるパーセントが、でかくなったりとか、そのスキルチェックに成功した時のプラスのボーナスっていうのが、サバイバーのランキング低ければ低いほど、解読ボーナスがもらえたりみたいなのが多少 1% 2% 変わったりするみたいなのが、追加されるんですけど、まあ、それはまあまあまあほぼ変わんないかなとは思います。
はい、ということで、まぁ、今回第五人格における、まぁ、とにかくね、クソでかい調整内容を見た俺のね、まぁ、個人的な感想を少しずつ話していくとしたら、まぁ、さっきのスポン1問題、あれ、ハンター目線で言ったら、すごいいいなっていう部分もあるんだけど、逆に言えば、その、解読キャラクター、心眼とか、その囚人とか、まぁ、義手とかも今ってすごい結構、まぁ、なかなか使いづらい環境になってるんだけど、これになったら本当に、誰が使うんだろうっていうぐらい厳しくなっちゃわないかなっていうのはちょっと心配だったりは、まぁ、しますね。まぁ、一応まだこれテストサーバーに実装する内容なので、まぁ、本サーバーに来るのね、限ったことではないので、まあまあその辺は難しいんですけども、まあ、あとは解読加速に関して言うんだったら、まあ、文字で言うほど多分影響はないかなって個人的には考えてはいます。まあ、結局 60% アップって言っても今までと比べて、まあ、10秒ぐらいしか変わんなかったりするんで、まあ、意外と文字ほど影響はないよっていうのは、まあ、一応あったりはします。この解読に関しては多分ね、不安に感じてる人もいると思うんで、また、別でね、まあ、解読加速に関するこうなったら、まあ、何秒で上がりますよっていうのを詳しくね、お話しする動画も上げようかなと思っております。ということで、まあ、以上ね、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。